これなんですかね、新垣結衣、電撃結婚っていう聞いちゃったの。電撃結婚の香りって書いてありますよ。まるで閉店セールみたいなこと。要するに何を言いたいのかってこの記事全部読んだんですけど、ガッキーがもう最近ドラマ出てないらしいんですよね。一番最後に出たのが2018年、だから一昨年なんですよね。獣になれない私たち出て以来ガッキーはドラマ出てない。でもなんかそんな出てないイメージないじゃないですか。なぜかっていうと CM に出てるかららしいですね。 CM は結構出てるじゃないですか。だから毎日毎日ガッキーの顔は見るわけですよ。干されてるのって一部の声もあるけど、干されてる感が一般はないのは CM では見てるから。まあ、この記事曰く、要するに CM はギャラが高いと。これも効率がいい。だから、ドラマ出てるよりは CM だけ出てれば結構稼げてると。だからお金の心配はいらない。仕事するあれもないとか、意欲がなければ。じゃあなんで、最近、女優業しないのか。憶測で、ある記事、芸能記者が語るには、アーカイブブックとか出したんですかね。まあ、出したけど、実は毎年出してるカレンダーは発売してないと。で、またテレビは昨年出演したコードブルーか。出演したコードブルーが映画は出たんですかね。コードブルーが地上波で放送される。NHK ドラマも再放送される。だからまあ閉店セールみたいな状態が起こってる。この状況から考えると、もしかしたら婚活結婚準備で入ってるんじゃないですかっていう。楽器もアラサー結婚適齢期。だからそろそろそっちの方に目を向き始めてるのかもしれませんねっていう記事ですけど、石原さとみさんがね、結婚したからこういう関連の話が出るんだなと思いますけどね。でもまあ、ね、一部でありましたもんね。石原さとみちゃんがいなくなってもガッキーがいるみたいなこと言ってるバカな男たちがいるみたいな話が一時期ありましたけど、まあ、芸能人が結婚するってね、やっぱりね、芸能人ってのはまあ一つの商品ですからね。結婚するのもなかなか大変だなと思いますけどね。まあ、結婚したら結婚したで本当にガッキーおめでとうって言いたいですけどね。まあ、そんな感じです。